ラジオを始めました。受験生応援武田塾中森が送る合格言、こちらですね、毎週金曜日の16時に最新版が更新されます。ぜひですね、受験の合間に、勉強の合間に見てくれれば幸いです。参考にしてみてください。武田塾教務長の中森です。武田塾教務部英語科課長の森田です。この動画をご覧の皆さん、グッドボタンでチャンネル登録お願いいたします。森田先生、はい、今回なんですが、偏差値40から偏差値70まで入試問題の難易度がどう上がるかっていう話で、今回単語語彙に関してです、ね、おー、なるほど、ですね。武田塾チャンネル。これはやっぱりその難易度上がれば上がるほど、結構そんなの知らないのいっぱい出てくるイメージです、ね、その通りですね。はい、じゃあ具体的にどの辺まで出てくるのかと、いわゆるシスタンとかターゲットで言ったら、どの辺までやってたらこのレベルだったらいけるよっていう感じの話から、なるほど、最終的にどのぐらいまで出てくるのかみたいな話を教えていただければと思うんですが、40とか50はこれはもう単語帳一冊やってりゃ全然なんとかなりますよね。全然、はい、本当に英検準2級でいいんじゃないのっていう感じだと思いますね。じゃあ武田のルートでシスタンの1200までとか、ターゲットの一番簡単なレベルの800番までやってればもう全然いけるでしょ、大丈夫でしょっていうのがほとんどだと思いますね、はい、じゃあやっぱりこの辺は単語と文法と、長文とっていう基礎的なものがちゃんと仕上がってるかどうか勝負みたいな。そうだと思います。本当にそれでいけますね、はい、なるほど。じゃあここから偏差値60になるとどう変わってくるのかと、はい、そうですね、60になったらやっぱそうですね、後ろの方もやっといてほしいですし、単語帳の、そして英検で言ったら2級レベルとかですね、その辺のものが出てくると思いますね、はい、じゃあいわゆるシスタンとかだったら、一冊丸々やっておくに越したことはないみたいな。そうですね、はい、派生語とかあの辺はどうですか。ちょこちょこ知っといてほしいかなっていう感じですね。それが回答に絡んでくるってことありますからね。それはもうなんかこのレベルだったら出たとこ出たとこ覚えていくみたいな感じで。そうですね、はい、単語帳やってそれでもあれ足りないなと思ったら、その単語帳足すんではなくて過去問で足していくっていうことですね、でも単語帳増やすとかって話ではないレベルってことですね。そうだと思います。はい、カンカン同率とかマーチの問題、たまにそのレビュー一緒にやってる時に、いやこの単語は準1級とか1級レベルだろうみたいなの話も出てきたりするじゃないですか。ありますね、はい、例えば立命館なんてもう毎年満点防ぎ問題みたいなですね、はみたいな単語を出したりしますからね。あれは別にでも知らなくていいと思いますけど、ぶっちゃけ。じゃそういうの出てくるけど、そんなん解けなくても別に合格点取れるよみたいな。そうですそうです、そうだと思いますね。国公立だとどうなんですか、偏差値60代だと。国公立はやっぱりそんなに高いレベルのものは出してこないことが多いですね、やっぱ記述で差つけられるので。でただ大学によって本当にレベルの高い単語もいることはありますからね、なるほど。なんていうか、その大学の入試問題の構成にもよるっていうことですね。そうだと思います、まさに長文中にちゃんと中つけてくれるのかつけないのかっていうのでもだいぶ違いますからね。あとたまになんか地雷問題みたいなの、はい、ありますね。しますもんね。急に何かする問題出てくる、はい、それ出たら正直みんな解けないからしょうがないみたいな感じですね。そうそうそう、本当にそうですね、はい、じゃあ偏差値70、いわゆる総計とかの単語語彙および宮廷大レベルの単語語彙ですかね、はい、これはどうでしょうか。そうですね、総計に関して言えば、やはり準1レベルぐらいまでは欲しいっていうところはありますね、これはもうなんかみんなできるようになってきてるレベルって考えた方がいいですか。そうですね、問答無用なんですよね、やっぱり長文が、もうそのまま出してきたりするので、注文なしに、で推測しろって言ってるのか、もう知っとけなのかみたいな。そうなんですよ、もう何なのっていうのがあったりしますね。どっちにしろ答えられなきゃダメだよってことなんですね、だからっていうのがあったりとか、それでももう無理だろうっていう問題もありますね。なるほど。いわゆる推測で解ける問題もいっぱい用意されてるんですけど、推測も無理だよっていうのとか、そういう理不尽な問題も出てくる、推測したけどそもそも選択肢の単語わかんねえよみたいなですね。なるほど、それどうにもならないですね、っていうのがあったりとかしますね、あとは総計で関して言えばそれだけじゃなくてイディオム熟語ですね、これが問答無用になってるところが多いですね、絶対知らないイディオムを前置詞とかから判断するとか。そうですね、だから2021年だったら、いわゆる慶応の法学部だったら、動物が並んでて入れていくとか、なるほど、動物のイディオムを全部埋めるとかですね、そんな無理でしょうとか、早稲田の法学部だったら全部テイクの後ろが空欄になってて、いわゆる駆動詞を作っていくとかですね、そういうのももう無茶な問題が出てくるっていう感じですね。いわゆる単語のレベルは高くなくても、そんなアニマルの名前なんて知ってるじゃないですか、動物の名前なんて知ってるし、テイクと誰でも知ってる前置詞とか副詞なんで、
けるのかなと思いきやいけないっていうですね。難易度なんかいくらでも上げられんだぞみたいな仕方してるわけですね。そういうことですね、はい、そういう捨て物が出てきちゃいますね、はい、なるほど。これはじゃあ国公立だとどうなります？国公立は捨て物は少ないですけどね。あ、なるほど、はい、ただやっぱり難しい英文が兄弟出てきたりとか、はい、まあ、意外と東工大とかもですね、はい、難しかったり、一橋も都市によってはかなり難しいのが入ってたりしますから、はいはい、単語力は、まあ、あるに越したことはないですけど、うん、ただやっぱ記述でがっつり差をつけたいなって思いますね、はい、単語は推測してって感じだと思います。だからやはりその一般的に言われている次第の方が単語力が必要なケースが多いっていうのはやっぱりそれはあるって感じですね、はい、ただ国立の方が推測できる力が高かったりするので、はいはい、次第の問題とかしても難関国立を目指している人たちの方が勝つんですよね。あ、なるほど。要は単語だけ覚えてもどうにもならないってことですね。そうです、はい、推測の仕方とかは国立の方が上なんですよね。やはりじゃあその、まあ、単語とか語彙は偏差値が上がれば上がるほど当然その 出てくるのもマニアックになっていくけど、解ける人たちは知識だけじゃなくて純粋にいろんな力をつけてて総合的に解いてるってことなんですね。その通りだと思います、はい、だからその単語の難しさだけで難易度を判断する人いっぱいいるんですけど、はいはい、そこじゃないですからねっていう感じだと思いますね、うんうんうん、だから AK1 級の単語帳をやるのが本当にいいのかっていうのはそこなんですね、はい、コスパを考えたときに、はい、AK1 級の単語帳をやってない国立の人たちがたくさん枠を持ってってるのに、はい、俺は AK1 級の単語をやって受かりましたとかっていうのは、はい、うん、それは遠回りだと思うけどなって思いますね。なるほど。じゃあ確かにやってたら得することあるかもしれないけど、他のことやってた方が得することが多いよっていう感じなわけですね。そうだと思いますね。なるほど、分かりました。ということでここまで、まあ、文法編、長文編、そして和訳、英作文編と単語語彙編といろいろ話してきましたが、やっぱりこの4つがいろいろ絡み合って、はい、むずい入試っていうのは出てくるけど、全部むずくなるんですね基本的には。そうです、本当にそうです。いろんな手を変え品を変え難しくしてきますから、はい、自分に欠けてる要素とか自分が鍛えたい要素をですね、今回のまあ動画とか参考にしてもらってですね、自分は文法が弱いとか、うん、自分は長文が弱いとか、そういう要素を 見抜いてもらって、まあ、あの本番で点取りをしていってもらいたいと。そうだと思いますね。やっぱこの単語だけで判断してる人がすごく多いので、はい、そうじゃないよってですね、はい、今までやってきた動画見てもらって、はい、それらが絡み合って難しくなってるってことですからね、はい、長文ができないと一つに言っても、実は文法とか解釈とかもっとところ他のところはできてないかもしれない。そうです。とかなんか平均点見てこうなった、難しくなった、簡単になったとか言ってるんですけど、いや合格者がどうなのかっていうですね、うんうんうん、そこをちゃんと意識することが大事です。はい、ということで、まあね、あのこの話は結構あの皆さん参考になること多かったんじゃないかなと思うんですね。もしこの動画見てもなんかさらに聞きたいことがあったらぜひコメント欄にコメントお願いします。はい、はい、今回は以上です。武田塾公式アプリ Zoom 武田の Android 版がリリースされました。アプリで勉強方法が分かります。詳細は概要欄から。